今回は自己紹介をして市場でこちらかぼちゃを見つけてきたので、これでジャックオーランタンを作りながら、まあ、なんで私がカナダにいるのかとかっていうことを話したいと思います。改めまして、私の名前はマダム彩香です。現在ですね、カナダ東部東の方のケベック州というところのモントリオールに住んでいます。で、なんで YouTube を始めたのかと言いますと、ロコ旅っていうウェブサイトがあって、でそのロコ旅って海外に住んでいる日本人の人たちが、まあ、旅行に来る日本人の人をこう助けてあげたりだとか、観光したりだとか、あとチケットの代行サービスとか、チケット売買代行サービスとか、その土地でしか手に入らないものを購入して日本に送ってあげるとかっていういろんなサービスがあって、そのサービスを提供するサイトがあって、それで私も、まあ、多くはないんですけど1年に3組ぐらい観光ガイドをしたりだとかっていうのをやってたんですけど、今年はそのコロナの影響で、まあ、そういうことができなくなって、3月にも実際ダウンタウンの観光ガイドの予約が入ってたんですけど、それももうコロナの影響でキャンセルになって、で大体今の時期って1組2組ぐらいはそのロコ旅の予約ツアーガイドとかねしてるんですけど、そういうのももう今年はゼロなので、なんとかしてモントリオールに来たかったなっていう人たち、その旅行目的だとか留学目的だとか、来たかったのに来れなかったっていう人とかもたくさんいると思うんですよ。でそういう人になんかモントリオールからお届けできないかなと思って始めたのがこの YouTube ビデオです。次の旅行での予定はここに行こうここに行こうとかっていう旅行のプランを立てるお役に立てれば嬉しいですし、まあ、旅行してる気分になればなっていただけたら嬉しいなと思って、おります。そんな感じです。ジャックオーランタン作っていきます。今日なんか話しながらやろうと思ってるんですけど、そうだな、私がカナダに来たのが4年前のちょうど今頃の時期になります。出身地はどうしようかな、ちょっとじゃあ出身地は一番最後に言おう。そんな大してすごいことじゃないんだけど、その私の出身地の、まあ、有名なお菓子というかちょっと面白いお菓子がありまして、でそれをちょっとこのジャックオーランタンで作ってみたいなと。1個普通のジャックオーランタン、もう1個お菓子のところのにしようかなと思います。だからその4年前にカナダに来て、ですぐ語学学校に通い出したんですね。で今の時期だったんで、その語学学校でも、仮装をして、でそのまんま授業を受けて、で授業の後に仮装大会を兼ねてグループでジャックオーランタンを共同作業で作るみたいなのがあって、でその時に作ったのが初めてです。今日用意したのはペンと、それからゴミを入れるゴミ箱とナイフ、これちょっとちっちゃいかもしれない、となんかスプーン2種類持ってきてみました。あとこの中に、手汚したくないね、手袋もです。で切っていきます。ここを切っちゃえばいいね。おお、取れた。こんな感じ。このアイディアいけるかどうか分かんないけど、カットするのを下の方にカットしてみようかなと思います。こんな感じ、切れた。手袋をして中の種とか取っていきたいと思います。今海外に住んでるということで、英語、中学校の入学式の次の日だから、学校の始まる初日に風邪ひいて休んだんですよ。 2,3 日ぐらい確か。そしたらその休んでる間に、まあ、授業があるじゃないですか。でその授業で習ったことをね、まあ、頑張って自分もこう復習というか自分で勉強してはしたんですけど、その中間テストの時にこの単語を並べ替えて文章を作りなさいみたいなのがあって、でその文章を作るのは良かったんですけど、初日で習ったであろうピリオドを知らなくって、でその文章全部にピリオドを書いてなかったんですよ。
そしたらもう英語の先生がそこも全部ペケにして、なんか赤いペンでこう全部こうピリオドトン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 って、まあね、習ったことをちゃんとやってなかったから先生は当然のことをしたわけなんですけど、私からしたらなんか英語ってなんか大変だみたいな、まあ、よく考えたら日本語だって句読点とかあるから、まあ、当然ちゃ当然なんですけどね。けどなんかそれでちょっと苦手意識ができちゃって、だからその学生時代の英語の勉強とかっていうのはもう本当に試験のための勉強みたいな、外国の人となんかコミュニケーション取ろうとかそういう風な勉強の仕方は全くしてなかったですし、まさか自分が海外に住むなんてのも思っていませんでした。で普通に中学校高校とまあ部活やったりね、まあ、やりたいことをやり放題して看護の大学に進んで、で4年間、看護師の国家資格と、保健師の国家資格を取得して、そこでも医療英語とかあったのをもうなんかそこものらりくらりとかわして病院に、就職しました。配属された先が、まあ、手術室だったんですけど、そこで5年と半年かな働いた後にカナダに来ました。その英語嫌いがどうしてカナダに来て今カナダに住んで4年も経っているのかっていうことなんですけど、その私の働いてた病院って2年目からリフレッシュ休暇って言って1週間の休みがもらえるんですね。で私はその休みの2年目からのその1週間の休みの度に母とヨーロッパの方に旅行に行ってたんですね。日本から出ないとそんなになんか英語って考えることがないんですけど、そういうリフレッシュとかで旅行に行ってると結構その困るんですよね、英語喋れないと、まあ、英語じゃなくてもいいんですけどその国の言葉が喋れないとなんかもう何をするにも不便で、基本ツアーで行ってたんですけど、そのツアーでも自由時間とかがあるじゃないですか、とか半日はツアーがあるけど半日は自由時間だよとかっていうのがあって、すっからかん、そうで不便なわけですよ。そうなんかご飯を食べに行こうって、例えばイタリアに行って美味しいイタリアンのお店行きたいねとかって言っても見つけ方もよくわからないし、でお店に入ったところで注文もよくできないしっていうね感じで、まあ、結構大変で、そうなんか英語って大事だなと思ったんですね。である時その手術室で働いてたんですけど、その日本語喋れない患者さんが来られて、それ担当したんですけど、その電気メスとか使いますよみたいなことを言うこともできなくて、今でもそれちょっと電気メスとか言えるかどうか分かんないけど、そうこれは今これからね外国人がどん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 増えてきて、でこういう機会って絶対増えると、その英語を喋れた方がやっぱり幅が広がるなと、それでそう思ってる時に、英語大事だなって思ってる時に同期からワーキングホリデーって知ってるって言われて、え、ワーキングホリデー何それ、いや海外に住んでで働けるんだよみたいな、そんなに難しい手間かけなくってもそういうことができるんだよっていう風に言われて、え、何それって言って、ワーキングホリデーのことを調べて、どういう国にできるかとか何歳までとかで、うわこれやりたいなと思って両親に言ったら、え、いいんじゃないみたいな、そういうなんかこう世界に出るじゃないけどそういうことも大事だよっていう風になって、決めました。でそう決めてからもう英語の勉強めっちゃ始めて、もう休みの日とかは、家じゃしないからカフェとかに行って、でもそこでずっと英語の勉強して、その留学の手続きとかそういうのはもう本当に全く知識がなかったんで、ワーキングホリデー協会さんのところに行って、でいろんな先輩方の体験談とか、どういう国がいいと思いますかとかっていう話をして、それでカナダに決めました。行くって決めてから実際に仕事を辞めるまで1年半自分で期間を作って、本当は1年だったんだけど、もうちょっと長く働けないって言われて、まあ、半年ぐらいだったらって言って半年間延ばしたんですけど、
そうだから1年半あったんで、自分でもう頑張って勉強して結構いろいろ準備はしました。なんか空洞になりました。で、あとはさっき絵を描いたところにナイフを入れて、よっ、穴を開けると。そう、それで、まあ、英語、カナダに実際に行くまでに英語を自分で勉強してはいたんですけど、いろんな手続きとか、まあ、まずアパートも見つけきれないでしょ。で、空港からの移動とかも分かんないから、もう本当に最初はホームステイで、ホームステイ1ヶ月予約して、で空港の送迎 も、もうお金を払ってね、お願いしました、日本人の方に。語学学校にまず10ヶ月申し込みました。私のプランとしては10ヶ月の学生ビザをもらって、でその学生ビザが終わってからワーキングホリデーに切り替えて1年間滞在予定だったんですね。で、なんで10月に来るように決めたのかっていうと、仕事を見つけるのが、仕事のなんていうの、見つけやすい時期が夏とか春夏あたりって聞いて、でそれを逆算して、で語学学校は10ヶ月通いたいからっていうので、7月にその学生ビザが終わってワーキングホリデーに切り替える時にはその夏だから、まあ、仕事もあるかなと、見つけやすいかなっていうので 10月出発っていうプランにしました。だけど実際その空港について、トロントの空港に着いたんですけど、トロントの空港でそのビザの手続きをするときにちょっと多めにくれるんですよね。だから10ヶ月学校に通う予定だよっていうその紙を見せたら、じゃあ2ヶ月プラスで12ヶ月分の、滞在許可というか学生ビザをいただきました。でそれ知らなかったから、そしたら終わるのが9月、9月だったらもう秋じゃん、もうすぐ冬になるじゃんとか思ったんですけど、まあ、ワーキングホリデーに切り替えたかったら早く切り替えられるんで、まあ、別にそこはそんなに問題するべきことじゃないかなと思って、まあ、カナダに来て、私の動画に出てくるんですけど、まあ、こっちのカナダに住んでいる方と出会って、でもうあるあるですよね、留学あるあるそのまんま、結婚の道へと行きまして、今現在に至るというわけなんですね。ダニエルと喋る言葉は英語です。ただダニエルの母国語はポルトガル語、なんかポルトガル語と多分フランス語が、フランス語の方が喋れるのかな、フランス語の方が多分喋れるレベルとしては多分フランス語、ポルトガル語、英語、私は日本語で英語で、2人で喋るときは英語で喋ります。友達が言ってたんですけど、カップルでお互いが第二言語、その母国語じゃない言葉を喋るカップルはなんか続きやすいというふうに、まあ、その子もそういう状況だったんですけどね、その子からね、あやか知ってるみたいな感じで教えてもらって嬉しかったですね。っていうのも多分その例えば喧嘩とかした時にちょっとこう言葉遣いが悪くなってしまっても、お互いが第二言語だと悪い言葉の受け取り具合が違うみたいな、重く受け止めないというか、なんていうのかな、感覚がねちょっと違うんじゃないかみたいなことをその子が言ってて、その真相やいかにって感じ、それが本当なのかどうかはわからないですけど、そうだといいな。なんかこういうの作ってると本当このカナダに来てすぐの頃を思い出します。なんかその語学学校でジャックオーランタン作って、で結構大きい、なんかこうやって抱えてたから多分こんな、こういう大きさだったんですね。でそれをその、まあ、コンテストがあって、コンテスト終わって、でその一緒に作ったグループの子とね、なんかこのかぼちゃどうするみたいな、したらもうなんかそのグループの人たちみんな、いや私はちょっとなんかいいやみたいな、いらないみたいな、私結構こういうなんかこういうイベントが好きだから好きだし、なんか初めてだったからすごいなんかテンション上がって、で、みんないらないんだったら私持って帰ろうかなって言って、で持って帰って、でしかもハロウィンのその仮装大会、そのクラスメートと張り切って
衣装を買いに行って、当日朝早めに語学学校行って顔を真っ白で、その時の写真がこれなんですけど、でそれやって、でそのメイクすることばっかり考えてたんで、その化粧落としとかも何も持ってなくって、化粧ももうそのまま落とさずに、グループで作ったジャック・オーランタンをこう脇に抱えてメトロに乗ってホストマザーをこう驚かせようと思って持って帰りましたね。でホストマザーに見てこれって見せて笑ってました。あはは。夜キャンドルの中に入れて一緒に、わあすごいね、綺麗だねって、ロマンティックだねっていう会話をしたのを覚えてます。完成、昼間も楽しみたいので、このかぼちゃに色をつけようかなと。どうしようかな、もうシンプルに、ちょっともう寒いし、これなんかなんていうのかな、海苔、液体海苔にこういう色が入ってるっていうのかな、多分乾かすのに時間かかるんですけど、うえっ、どうやって使うの、あえうっ、あびっくりした、内蓋みたいなのがついてびっくりした、できました、じゃんじゃじゃーん、これに、これが蓋、こんな感じ、どう、こっち私が今年やりたかった方、かわいいこれでですね、私の出身地の売られているおせんべい、あ、にわかせんべい、どうこれ見えた、こうやった方がいいのかな、こんな感じ、なんか CM とかでなんかあったんだけどできました、にわかせんべいジャックオーランタン、これでキャンドルを置いて生地に灯るかが問題で、なんか結構この上の部分をカットして作るみたいなんですけど、そのにわかせんべいのこのここの部分をやるにはもう下の方切った方がいいんじゃないかなと思ってってみたんですけど、どうこれ、どうちょっと福岡の人たち感想が欲しいです。にわかせんべいコンテストとかないのかな、にわかせんべいコンテストしくったかも、これちょっとこのノリが悪かったのかな、これは失敗だわ、失敗っていうのがなんかちょっとどうこれ油性ペンとかでした方が良かったのかもしれないけど、まあとりあえず完成です。どうよどうよ、これ見えてる、はい、こんな感じになりました、イエーイ、結構上出来、これめっちゃ可愛い、これ好き、夜の、キャンドルを後で入れますけど、とりあえずこれで終わりです。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。バイバーイ。夜になりました。というわけで火をつけてみたいと思います。風がやばい。 OKOK。かわいい、あ、うちの猫ちゃん、おー、消えないで消えないで、こんな感じです。